2023年2月27日、新穂高ロープウェイに乗ってきました。第2ロープウェイの前面展望を3倍速で、西穂高口駅展望台からの様子を等速でお送りします。以上で動画は終了です。ご覧いただきありがとうございました。